そう、俺がこう抜けたら、もう一回行きましょうか、うん、うん、こう、まあ、適当に、はい、お願いします、まーす、三浦さん、はい、三側が結構切れてて、まあ、真ん中にすれば全体的に分かる、じゃあ真ん中に、はい、ちょっと待ってください、はい、この辺りしてちょっと見させてください、はい、ここから、ここから1、2で踏み込んで、この辺でこうしてます、この辺にいると、いると多分影がかぶっちゃうので、うん、はい、じゃあ1回お願いします、はい、笑ったろ、笑ってないですなんで笑って、笑って、笑ってました、いや、ちょっと見てるよ、トミさん、すみません、グッチしちゃった、清水さん、ちょっと見てもらって、これさっき言われたように顔がちゃんと映ってちょっとストロー、清水が注意されることが多いですね、清水の注意されるうちのスーパーロボがちょっと清水のせいだ、顔も作ったよ、あ、いい、すごい、いい、あ、いや、いいっすね、いいっすね、ここいいっすね、ハルさんね、めっちゃいい、めっちゃ飛んでるんですよ、やってたんですよ、やってたんですよ、翔平さんが思いっきり笑っちゃったんです、普段でもこんな感じですね、あ、くそ、ついに、ついに、シミさん、あれかもしれない、もっと俺が反った方がいい、細いから顔が、確かにシミちゃんの顔が映ってない、まあでも一段とかで全然そっちで抑えられるんで、よいしょ、できんじゃん、できんじゃん、やれよ、でも見せてやれよ、おお、いいじゃん、リムに、はいはい、いや、あんまり近いと体が今度あまり映んなくなっちゃうんで、こんぐらいでいいと思うんですよね、オッケーです。表紙はバッチリ取れたと思う。いい顔してる。やってたんですよ。追いかけたの。正面の場所。後ろからの。やってますね。結構打ち込んでますね。打ち込んでる。何本も。頑張れ。ファイト。緊張してるな。してます。伝わってきますね。めっちゃ振ってくんないですね。やっぱぎこちないですか。全然硬い、いつも通りでいいんですけどね、まあいつも通りも硬いか頑張りが足んないよ、あ、ボードに当たったところをちゃんと押さえたい、あ、なるほど、バンクだけ、はい、どこに当てるかっていうのが重要になってくる、うん、バンクシュートやっぱり、どうですか、ジュンジュンさん、まあちょっと良くも悪くも硬いです、ね、うん、でもそれが彼のいいところであるんですけどね、うん、初めてじゃない、まあそうですね、初めてですね、頑張れ、でもなかなかこういう経験ないですよね、うん、ジュンジュンメイク入った、え、メイク入った、メイク入ってないです、今日いるかなと思ってたんですけどね、スタイリストさん今日いないですね今日ちょっといないです、でも俺も今日ばかしは寝癖のままいけないなと思って、ちゃんとあ、セットした、セットしましたよ、セット、これセットされてる、これ、いや頑張ったんですよ、普段何もセットしないんですよ、クランクアップ、クランクアップ、クランクアップです。花束、花束持ってきてなかった。しみちゃん、しみちゃん、しみちゃん、早く。どうだった、どうだった。ここがいいですね。ここがですね。うん。あ、はい。あ、しみちゃんディフェンスするか。あ、分かりました。いい。しみちゃんちょっとジャンプした方がいいかもしれない。ボックスさ。うん？ボックス。セックスじゃない。セックス。うん。お願いします、ここ
けどやっぱ電車でやっぱ進むんだから誰が見てんだろうな、この際ですね。そんなに動かない。ちょっと撮影して。多いじゃん。大丈夫。行きます。ヒゲ頭が出てきたんですよ。やばくないですか。俺もあるよ、でもヒゲ。白髪。鼻毛もあるし、白髪。ここに2本ぐらい。でもヒゲとかだったら別に良くない。そんなことない。それが一番楽しみだったんですよ。おー、はいはい。ユーロステップのようにじゃなくてユーロステップって言うだろうですこんな出ねえポンプウェイクの連続写真がここにあって、はい、NG はもうこういうこういうあ、でもそちょっと俺のポンプウェイク特殊なんで、そうそう、なんかでもそういう方が良くないですか、うん、なんかありきたりなポンプウェイク、はい、ああ。あ、はいはいはい、ここ撮りたいです、ここも結構俺、順々なんですよ、ちょっとゆっくりめにやってもらった方がいいかもしれない、そうですね、ごめんなさい、はいこれ、上げるとこちょっとゆっくりめにやってもらっていいですか、はいはい、ゆっくり上げて、ポンプエッグかけて近い。ジーさん、これもっとゆっくりやってもらっていいですか。もっと、はい。クランクアップしたんで、はい、ありがとうございました。以上をもちまして早朝シューティング、はい、ジュンジュンさん、キーナさん、オールアップです。ありがとうございます。ヨドレぜひ買ってください。はい、お願いします。もし会った時に本持ったらちゃんとサイン書いてあげるから。どんな状況でも、どんな状況でも書くよ。うん、書きます。はい、ありがとうございました。